ロシア連邦経済発展省は、ロシアの中央省庁の一つ。ロシア連邦における、経済開発、外国貿易、商業、政府統計、電気、ガス、水道事業などの自然独占料金、国有資産管理、債務超過組織、資源管理、土地取引、企業化精神と中小企業の育成などの広範囲な、産業行政、政策分野を担当する。 同省は大統領権力による経済発展計画を組織化するための執行機関と位置づけられている。2008年まではロシア連邦経済開発貿易省という名称だったが大統領令12.05-2008-724-0-0-5-12.05-2008-724イイ 12. によって改組された。経済開発貿易省の一部は 以下のパブリック、オンラインポータルに参加している。イタリック体の日付は、職務として事実上継続していることを示している。ありがとうございます。